赤坂ブリッツはかつて東京都港区赤坂、赤坂サカス内に存在した TBS テレビ運営のライブハウスである。2017年11月1日マイナビが施設、命名権を取得したことにより、同日から故障をマイナビブリッツ赤坂としていた。旧施設は1996年にオープンしたが、2003年をもって再開発計画のため閉鎖。 その5年後の2008年3月20日に復活させた。2019年1月30日、TBS テレビの持ち株会社である TBS ホールディングスが発表した赤坂エンタテインメントシティ構想の概要で、2020年9月22日をもってライブハウスとしての営業を終了し、ブリッツ全体としても24年の歴史に幕を下ろした。 今後は観覧機能付きの収録スタジオになる。旧施設は1996年4月16日、東京放送の現放送センター移転に伴い、旧テレビ局舎、鉄道跡地に開設された。2000年に渋谷アックスがオープンするまでは、都内で唯一の1500人から2000人規模のライブハウスであり、日本国内外の約2000組にわたるアーティストが頻繁に利用していた。 旧施設の落としはミスタービッグであり、方角としては同26日に電気グルーブが公演を行ったのが最初となる。2003年9月5日、ドラゴンアッシュの公演をもって TBS 赤坂5丁目再開発計画により閉鎖した。2004年11月14日、赤坂ブリッツの移転施設として横浜ブリッツがオープンした。2008年3月20日、 赤坂サカス内の旧赤坂ブリッツとほぼ同じ位置に赤坂アクトシアターと併設される形で新築再オープンした。位置的には TBS 放送センターと赤坂ビズタワーに挟まれる形になる。と年公演はクレバが行った。なお、横浜ブリッツは併存して運営されていたが、2013年10月14日をもって閉鎖となった。2009年4月には、 東京放送の持ち株会社化に伴い、運営が TBS テレビに移行した。2017年11月1日、マイナビの施設命名権取得により、故障をマイナビブリッツ赤坂に変更。公演は主に音楽関連が開催されているが、他に舞台、落語、詩写会、プロレス工業など行われている。TBS テレビ。 キングオブコント準決勝もここで開催される。AKB48 選抜総選挙の第一回大会を開催したのがこの劇場である。また、TBS グループの施設として特徴的な事業では、TBS テレビで、筑紫哲也ニュース23のキャスターを長年務めた、筑紫哲也の一周期記念のシンポジウムとミニライブ、TBS ホールディングスの株主総会、 TBS ラジオの広告代理店向け説明会などが開催されている。2016年度の年間稼働日数は313日、年間動員数は約44万人に及ぶ。TBS グループの劇場施設は赤坂ブリッツ、TBS 赤坂アクトシアター、IHI ステージアラウンド東京の3カ所である。閉館発表に前後して、 新型コロナウイルス感染症の蔓延が発生し、有観客での公演が事実上不可能となる。予定されていた多くの公演が延期、中止のまま2020年9月に予定通り閉館を迎えた。さよなら公演なども行われなかった。閉館後の2020年9月26日には、お笑いの日の一部コーナーで使われている。 命名権による名称マイナビブリッツ赤坂に関するカテゴリー、ありがとうございます。